油水界面を活用した天然高分子ハイドロゲル材料の精密加工。マイクロ流体デバイスを用いてアルギン酸をゲル化する方法はすでに報告されていますが、アルギン酸が急速にゲル化してしまうため、複雑な構造のゲルファイバーを得ることは難しいとされていました。私たちの技術ではカルシウム塩のみを輸送に溶解することでゲル化速度を緩やかにし、ゲル形状の制御や流量構造の単純化に成功しました。さらにこの成果により多成分からなる材料も容易に形成できるようになり、従来の方法で得られるファイバーだけでなく、さまざまな形状の粒子も容易に得ることができるようになりました。医療や食品など生体材料の成形技術を求めている企業の皆様、この技術の実用化に一緒に取り組みませんか？お声掛けをお待ちしています。